さて、ここからは本日のゲスト、箕面自由学園高等学校チアリーダー部ゴールデンベアーズの華麗な演技をお楽しみいただきたいと思います。1991年に創部された箕面自由学園高等学校チアリーダー部ゴールデンベアーズは1998年に日本選手権大会で優勝。その後も数々の大会において輝かしい成績を残されています。今年の夏に行われたジャパンカップ2018ではミスなしの完璧な演技で見事優勝されました。ありがとうございます。この結果で8連覇、通算19勝を達成したそうで、数あるチアリーディング部の中でも現在に至るまで常にトップクラスの成績を残し続ける圧倒的な存在となっています。それでは箕面自由学園高等学校チアリーダー部ゴールデンベアーズの圧倒的なパフォーマンスをお楽しみください。Thank you.
チアリーダー部ゴールデンベアーズの皆さんでした。あっという間に帰ってしまいましたね。もう開いた口が塞がらないというのは本当にこういうことみたいで、会員たちを見たらみんなポカーンと、もうすごいとしか出てなかったですけど、皆さんもきっとそうだったんじゃないかなと思います。さすが日本一のダンスでしたね。